スサノオで終わらせる。全てのケリをつける。 せっかく築いた大切な絆、切らせねえよ、サスケ。たとえ拳を振り合うことになっても、お前を一人ぼっちの道から連れ戻す。 はしゃぎおって懐かしい。全然変わってねえってばよ。みんな渦巻きナルトが帰ってきたぞ。 本当に本当だ。 久しぶり、さくらちゃん。あんた、私より背高くなったんじゃない？どう？私、少しはおんならしくなっちゃった？大丈夫、全然変わってないってばよ。<笑>ナルトの兄ちゃん、おいらけがじっつん。 このハマル、俺ってばもうガキじゃないんだ。そうだよね、成長したのは見た目だけじゃないよね。あんたのことだからきっとすごい術身につけて帰ってきたんだろうな。そんな術では生ぬるいってばよ。見よ、新開発した俺の新エロ忍術。そうそう、新エロ忍術とか。 このバカ！中身は全く成長しとらんのか、己は。何年かぶりに会ってたったに糞帳入れ突っ込み入れさせんな、こら。あの切れ具合とあの怪力、まるで綱手二世じゃの。やっぱ、さくらちゃん変わってない。つうか、前より凶暴になった気が。 久しぶりだな、二人とも。
彼らは私の信頼する部下たち。これまで特別調査チームのメンバーとしてチャクラを精密にコントロールする医療忍者、防御力が一番強いドトン忍者、中距離で戦うのが得意なグートン忍者、機動性が一番高いライトン忍術、皆それぞれの忍術に精通する手だれだ。渦巻きになるけど今は修行中だが、いつか火影になる男だ。私はナルトと同じ第7班の春のさくら、よろしくね。今後彼らの中の一人がお前たちと一緒に行動することになる。さあ選べ。俺、喧嘩には負けないぜ。どうも、俺は。よろしく。ひとまずお前がナルトたちに同行しろ。はい、おかげさまの命令に従います。ナルトは2年ぶりに木の葉に帰ってきたので。ああ、わかった。修行の成果はあったんだろうな。何の成果もなしに戻ってきたとでも思っとるのか。バッチリだってばよ。では早速成果を見せてもらおう。あ、見せるって。ある男の相手をしてもらう。このためにわざわざここ数日は任務に。その相手とは。でかくなったな、ナルト。よ。全然変わってねえってばよ。いや、さくらと会うのも久しぶりだね。俺が相手するのはナルト、サクラ。それじゃあすぐに始めるか。と、ナルトも帰ってきたばっかで疲れているだろう。少し休憩をやる。後で第三演習場で落ち合おう。ナルト、おい。ああ、今朝帰ってきた。で、そちらは。冗談はよせ。なんでこんなやつと。で、めんどくせえが、俺は試験の係になっ。で、俺らと同期で中任になってないの。あ、じゃあさくらちゃんも中任。ついでと言っちゃなんだが、すじゃあ五代目の風影になったよ。そうか、ガーラ、風影になったのか。俺も負けてらんねえってばよ。絶対火影になってやる。見て、かかい先生ってば。俺たちの仕事